探偵事務所だ。誰だい？あたしよ。あたし。体から力が抜けるような声を出すな、アッシュ。来たわよ、来たの。来ちゃったのよ。よかったな、便秘が治って。お原因ね、アニオちゃん。彼からのお知らせ、教えてあげないから。エマーヤか。だから来た来たって、もう言ってるでしょ。内容は？当店では電話販売は行っておりません。今から行く。今はこのくらいかしら。うちの営業時間は17時からよ。知ってるでしょ。そうだったな。では営業時間内に伺うことにしよう。彼のこととなると途端に変わるんだから。奴にはいろいろと妙な借りがあるからな。今回は情報というより警告みたいなもんだけど。警告？詳しくはこっちでね。じゃ。エマーヤから情報。今度は一体どんな情報なのかな。楽しませてくれる。
あら、あぎょうちゃん、いらっしゃい。そんなに息切らせてこなくても、ネタはなくならないわよ。彼のこととなると、途端にムキになっちゃって。情報エッチだからね。彼からの情報なのに、なんでこんなに安いのかって。私はぼったくりの悪徳業者じゃありませんからね。これでも内容に応じて料金設定をしてるのよ。今回の彼からの情報はどっちかというと警告に近いわ。ファックスで送られてきたの。今その文面を見せるわよ。毎回妙な文章だけど、今回は特に占いみたいな文章でしょ。あまり役に立ちそうにないから値引きしたの。あぎょうちゃん、これで何かわかる？支離滅裂な女性というのはあの女のことだろうか。不可解な女ではあったが、支離滅裂とはどういうことだ？それに笑わない少女、どこかで聞いたことがあるが。あぎょうちゃん、大丈夫？そんな深刻な顔をして。気をつけてね、あぎょうちゃん。働きすぎなの。他の情報を見たいときは選択してね。あら、あぎょうちゃん、いらっしゃい。入ったの、すっぽり。快感よね。ちょっと何誤解してんのよ。情報よ、情報。公安第4課の情報、入ってるわよ。情報 N だから。調べといたわよ。結構ガード固くて、疲れたわ。いい？国家公安委員会の配下に公安課というデビジョンは確かにあるわ。あるんだけど、現在第3課までしかないのね。つまり公安第4課というのは存在しないのよ。これだけだとただネタだけど、これからが値段分のお話。どうもそこは非合法活動をメインに行うデビジョンらしいのよ。隠れた組織ってわけね。別名破壊工作専門部下。彼らの通った後は草木一本残らないらしいわ。法的手段に訴えるのが難しかったり、時間的余裕があまりなかったりする場合、闇から出てくるらしいわよ。超法規的活動をするって噂だから、鬼より怖いと言われてるみたい。
おっかないわよ。まさかアギオちゃん、その連中を相手に喧嘩してるわけじゃないわよね。命がいくつあっても足りないんだから。落ち着け。俺だ、アンヨウだ。え、アギオさん。どうした？何を慌てている？見たんです。私、見たんです。落ち着け。息を深く3回吸うんだ。でも私。いいから、ほら、3回深呼吸をしてみろ。少し落ち着きました。で、何を見たんだ？彼氏の浮気現場でも目撃したのか？バカ、そんなんじゃありませんよ。彼氏いないのかい？それはその、そんなことじゃなくてそいつはすまん。で、落ち着いたところで状況を。あ、そうです、私さっきゴーストを見ました。なんだって？確かにあれはゴーストでした。私、白くぼーっと光ってるのを見たんです。海に消えていって。うん、とりあえずその現場とやらに行ってみよう。大丈夫だ、俺がついてる。もしも見られるなら俺も見ておきたい。本当にここだったんです。なあ、信じるよ。ゴーストだから消えちゃったんですか？ゴーストってのはヘアピンをするのかな。Thank you.
謎だな。ゴーストの謎は探偵さんでも解明できませんよね。そうじゃない、ゴーストみたいな連中なのは間違いないよね。今朝聞いたんです。昨夜は人の断末魔とかが公園の界隈から聞こえてきたらしいんです。断末魔ね。うめき声とか変なラップ音とか。ラップ？ゴーストが出す音のことをラップって言うんですよ。ドスドスって巨人が足踏みするような音がしたそうです。だからここで調べようって気になったのかい？はい、兄がいなくて少しでも手伝えればと思ったから。うん、君はもう帰った方がいい。ゴースト云々はともかく、女一人で出歩く時刻じゃないな。最近はなんかこの辺りが慌ただしいです。というと？今朝光龍さんの大きなお屋敷前をたまたま通りかかった時、ゾロゾロと人が出てきて気難しい顔をしてました。ほう。明日の昼にでも来なくっちゃって言ってましたよ。君のいいところは好奇心旺盛だが、悪いところは好奇心が旺盛すぎるところだ。はい、すいません。夜はここに来ない方がいい、万が一もある。ええ、近所で夜に公園に来るなんて水凶な人はもう今はいません。それでいい、もう帰りたまえ。はい。人間の女が連れ立って歩く理由、ヘアピンをするようなおしゃれな女だ。しかも時を同じくして断末魔やラップ音とやらが聞こえてくる必然性か。意外に根が深そうだぜ。探偵事務所だ。私です。ミサラギ真由美さんかい？私今狙われている。誰に？わからない。今ミレニアムホテル近くの公衆電話から電話しているわ。事務所まで来られるか？そっち方向に変な人がいるの。私をじっと見てる。そこを動くな、今すぐ行く。なんだって？もう一度言ってくれ。夫の居場所、秀一さんの居場所よ。あの家に違いないわ。あの家ってどこだ？近づいてくる。ダメ。そこを動くな。ダメだわ。あの家で待ってる。早く助けに来て。おい、あの家って。切れてしまった。かなり切羽詰まった状態らしかった。俺の推理が正しければ、あの家とはあそこの場所だ。だが待ち合わせの時間といったら3時間後。一直線にあの場所へ向かったとしてもギリギリだぜ。無駄な行動はできないぞ。いいな、念のために捜査手帳へ記録しておいた方がいいぜ。